はい、今日はですね、Amazon レビューの書き方、これがなんか実名になってしまって、どうやったらその名前を変えれるのですかという質問がありましたので、もうそこをちょっと説明したいなと思います。まずですね、 Amazon の、まあ、パソコンのやり方ですね、パソコンのやり方です。これはまず Amazon の、サイトに行ってください。ここからですね、まあ何でもいいんですが、まあうちで買ったのは何かな、まあこれにしましょうか。何でもいいんで、はい、例えばまあ歯ブラシを買ったということであれば、ここでですね、歯ブラシのところでレビュー、このレビュー、ここですね、レビューのところに行きます。そうするとこのレビューで、ここの、右側の方にですね、カスタマーレビューを書くというところがありますので、ここをクリックします。はい。で、この画面のですね、カスタマーレビューを書くところなんで、ここ星を入れていくところなんですが、この右上ですね、ここに名前、何でもいいんです、ここは。自分の実名ではなくても。ここに、下に変更ボタンがありますので、ここを押してください。はい。で、ここを押すと、今僕はまあ ATTT になってるんですけど、ここ何でも変えれます。どうしましょうかね。あいうえお、これでもいいわけですね。はい、これで終了を押してください。そうすると名前があいうえおに変わります。これで実名を公開せず、ハンドルネームでですね、それで、レビューを書くことができますので、ぜひそちらで書いてみてください。スマートフォンで見られている場合は、名前のところをですね、ポンと押してみてください。タップしてみてください。そうすると、この変更ボタンが出てきますので、そうすると変えることができます。もしかしたらですね、Amazon のアプリはもしかしたらできないかもしれないので、もうネット上で直接、Amazon と、Amazon と入れてもらって、ここからですね、 Amazon の方に入っていってくださいね。ここからレビューのところに行くと、まずレビューのところに行きます。はい。でカスタマーレビューを書くっていうところで、ここを押して、この右上ここですね、ここに変更ボタンがありますので、この変更ボタンで名前を変えてください。以上です。